東村真一は、日本の政治家。福井県福井市長。福井県福井市生まれ。福井市港小学校。福井市公用中学校。福井県立公私高等学校。日本大学法学部法律学科卒業。1975年、福井県庁に就職した。2006年、福井県庁を退職し。 坂川雄福井市長の下で副市長に就任。2007年10月30日、坂川雄市長が健康上の理由により辞職。それに伴って、同年12月3日に執行された福井市長選挙に、自由民主党、民主党、公明党、社会民主党、国民新党の推薦を受けて、無所属で立候補。元福井県議会議員、高木文道と、 元日本共産党福井市議会議員、西村隆二の両名を下し初当選を果たした。投票率は45.30%。2011年12月18日執行の福井市長選に民主、自民、公明、社民の推薦を受け、立候補。元日本共産党福井市議会議員、西村隆二を下し再選。 投票率は23.64%。2015年12月14日執行の福井、市長選に自民、公明、維新の党、社民の推薦を受け、立候補。元民主党衆議院議員、佐々木隆三を下し参戦。投票率は38.83%。2019年7月1日、市議会本会議で4選出馬を表明。表明後、 和馬会、市民クラブ、声優会、公明党の四会派の会長と、堀川秀樹議長、池上雄徳副議長の6人は、市長応接室で東村と面会し、令和時代の福井市の運営は委ねられないとする、申し入れ書を提出。市長選は、市長大市議会の構図が浮き彫りになった。東村の他に、元警察官僚の黒川孝一、元市議で、 日本共産党公認の西村き美子が立候補し、選挙戦となった。同年12月15日の開票の結果、両候補を破り温泉。ありがとうございます。